はい、こんにちは、知覧島の池です。はい、今回は東岡崎の駅の自販機を紹介していきたいと思います。はい、量が多いので軽く流して順に紹介していきますね。はい、まずはこちら。はい、うぷ主は苦手ですが、うなぎの自販機がありますね。こんな感じですね。はい、すごく高級 な自販機です。はい、次はこちらラーメンです。聞いたことのないラーメン屋さんですね。はい、麻婆豆腐もあります。こちらは県民の焼きビーフンさんですね。はい、ビーフンはこんな感じですかね。すごい有名になりますね。で、お隣は、はい、桜フーズさんの、なんで、餃子のジャンキーですね。いろんな味がありますね。はい、こんな感じです。次行きましょう。こちらは、タバコですね。はい、初めて来ます。ここで、あ、癒やすとか、これは。はい。では、次行きます。はい。で、これがお菓子の自販機ですね。はい、お菓子の自販機、こんな感じですね。はい、次。で、一つ見ると、ここにカロリーメイトの、こっちに水蒸気があります。はい、こんな感じですね。はい。で、ちょっと珍しいのがこちら、モンスターエナジーさんの専用の自販機があります。はい、以上です。はい、はい、以上、もう東岡崎駅の珍しい自販機をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。